선아씨의 소중한 아기를 안겨드리는 큐피드라고 생각하시면 됩니다. 키워줄 부모를 찾는 거지. 그럴 권리 없잖아, 당신들한테. 그쪽도 없잖아, 버렸으니까. こんにちは、映画監督の是枝裕和です、今回韓国で、ブローカーという映画を撮影しました。自分でも理由はよくわからないんだけども、その Nobody Knows という映画をやったあたりから、その子供を、意外と僕の映画の中にその子供時代を奪われた子供っていう、そういう存在が登場することは繰り返しあって、多分そこに何らかの共感があるのだろうなというふうには思うけども、あまりそこ自分で分析していないので正直よくわかんないんだよな。で、韓国で撮った理由は明快で、韓国の映画祭に行った時に、今どんなトピックに関心がありますかと言われて、日本に実はベビーボックスというのがありましてって話をしたら、あ、それ韓国にもたくさんありますよって言われて、調べてみたら本当に、まあ、養子縁組制度の社会への定着度が日本よりもはるかに高いので、それもあって、あの、日本の10倍ぐらいの赤ちゃんがベビーボックスに預けられていたのね。それで、あ、日本だと本当に一つしかないのでなかなか描きにくいなと思ってたんだけれども、これなら韓国で描いた方がこの題材をすごくこう社会的なイシューとして取り上げられるのではないかというふうに考えました。それがスタートでした。もう本当にそこは見てる人のがどこに注目するのかというのは見てる人のものなので、こう見てほしいというのは実はないんだけれども、正直に言うと、ただまあ映画の冒頭でペテナ演じる刑事が捨てるなら産むなよっていうふうに、非常に母親と赤ん坊に対して距離を取った厳しい一言を発する、その一言から、僕は2時間かけてあの刑事が、つまりはこの映画を見てる観客が、捨てるなら産むなよという考え方からどのくらい遠くに行けるか、もしくは赤ちゃんの近くに最後あの寄り添えるかっていうことを目指して頑張って作った映画なので、まあ、映画の後半でどういうふうにしたらこの赤ちゃんが幸せになるだろうかということを、まあ、答えはみんなそれぞれだと思うけれども、観客もあのブローカー刑事たちと、まあ、もちろん母親も含めてだけども、一緒に考えてもらえればいいなと思って作りました。当初考えてたのは非常にシンプルな物語だったから、捨てた赤ん坊を捨てた母親が戻ってきて、その売りに行こうとするブローカーと同じ車に乗り合わせて旅をしながら家族になっていくっていうような、非常にまあシンプルな話だったから。ただそう、韓国に渡って実際のベビーボックスの周辺をいろいろ取材していった時に、そのまあこれはそういうシンプルな単純な話ではない、もう少し奥の方で2人の、まあ、それは大側の刑事を女性にしたっていうのが大きいんだけども、その2人の女性の間で赤ちゃんが受け渡される。で、そのことによってその2人が母親になる話にしようというふうに考えた。それが実はその表側のブローカーがと母親が一つの車に乗り合わせて旅をするのだという表の物語の底の方で進行する二人の母の物語だっていう構造が見えてからはそんなに悩まなかった。あまり僕その映画をジャンルで捉えてないもんだから、ジャンル映画というものを撮ったことがないんだけども、そのある種の家族というものをテーマだと考えてるわけじゃないんだよね、疑似家族というのを。それはやっぱり一つの器であって箱だから、その箱の中で何を今回やろうかっていう
ことなんだよな。だから、うん、器としてとても面白いっていう気はしてるけれども、ずっとその家族の物語を、疑似家族の物語を描き続けていこうというふうに決めてるわけではないので、今やろうと思ってるものの中にも全然違うものもあれば、うん、逆にもう少しその血縁を超えた共同体みたいなものを歴史的にその遡って捉えてみたいとか、うん、捨て子の物語を取ってきたけれども、その例えば戦争中に起きた棄民、捨てられる民、棄民の政策のことをやってみたいとか、そういう関心の広がり方というのは自分の中にはあります。同じ捨て子でもっていう感じですね。